こんにちは、札幌占い美容師の山梨の後藤です。今回は、ウルフのカットラインから、ボブのカットラインに、ガラッと変えました。で使ったのは、こちらショーバルターを使いましたね。こちらのショーバルターのハサミを使って、基本カットしました。あと使ったのは R2 セニングですね。こちらの R2 セニングとショーバルターを使ったんですけど、でカラーはスローの、バイオレットのスローと、ピンクのスローと、あとメタリックですね、メタリックの8トーンとスローのバイオレットの8トーンとピンクの8トーンを使って、でそこにちょっとそのパープのとこだけ少しメッシュを入れました。で、今このような感じになっています。で襟足がちょっと長いモデルさんなので、中をちょっとイングラで取って、ちょっとボブを作ってみました。そのような感じで、ですね、やっぱりハサミじゃないと出せない質感っていうのがあるんで、そういうのをこうちょっと作ってみたんですけど、あんまりコーム使わないで元々の癖を生かして切ったような感じになります。はいですね、そんな感じで、で使ったのは、こちらの、ウェットカンダスのニーヘナジェルの、ヘナのジェル、これうちのやつなんですけど、ヘナのジェルとあとシークレットのワークスを使いました。スタイリングとしてはです。